犬山城。犬山城は愛知県犬山市にあった日本の城である。現在は天守のみが現存し、江戸時代までに建造された現存天守十二条の一つである。また天守が国宝指定された五城のうちの一つである。他は姫路城、松本城、彦根城、松江城。城石は犬山城跡として国の史跡に指定されている。 尾張国とミノ国の境にあり、木曽川沿いの高さ約88メートルほどの丘に、築かれた平山城である。別名の城定城は、木曽川沿いの球場にある城の佇まいを、長江流域の球場にある城定城を歌った、李白の、はや、おこり城ろ定城、はやに城定城を発すにちなんで、お牛空いが命名したと伝えられる。前身となる、岩倉おだしの取り出を、 織田信長のおじ、織田信康が改修して築いた城であり、その後、池田恒雄や織田勝長が入城。豊臣政権の時に、石川貞清、三吉が改修し、現在のような形となった。また、小牧、長久手の戦いや関ヶ原の戦いにおける西軍の重要拠点となった。江戸時代には、尾張藩の譜賀郎の平岩近吉が入城し、 成瀬正ま以来、成瀬せ四九代が、明治まで上主として、居城とした。現存する天守が建てられた年代については、天文季節、慶長季節などがあるが、現在のような姿となったのは、成瀬正まが改修した1617年、現那3年頃である。2004年、平成16年3月末日までは日本で、唯一の個人所有の城であったが、 同年4月1日付で設立された財団法人犬山城城三角文庫。現在は公益財団法人に移管されている。2006年平成18年4月6日には日本百名城43番に選定された。犬山城の天守は外観30、内部は4階、地下に踊り場を含む2階がつく。天守南面と西面に 平屋の付け櫓が付属する複合式で、入りもや22階の建物の上に三軒島の防浪部を乗せた防浪型天守である。窓は土地用窓と加藤窓、両開き窓など、地下1.2階で入り口を含めて、総延べ面積は698.775平方メートルに達する。天守台石垣は、伸ぶ積もるという積み方で、高さは5メートルある。 天守の高さは19メートルある。1935年昭和10年5月13日、当時の国宝保存法に基づき旧国宝、文化財保護法における重要文化財に相当に指定。1952年昭和27年3月29日付で文化財保護法に基づく国宝、新国宝指定された。 指定に係る告示は1952年、昭和27年10月16日付の官報に掲載され、指定名称は犬山城天守一棟。構造、形式は34階、地下2階付、本河原武器、南綿、及び西面府やぐら、各一重、本河原武器とある。所有者は、公益財団法人犬山城城三角文庫。 犬山市が文化財保護法に基づく管理団体に指定されている。1961年、昭和36年から1965年、昭和40年に行われた犬山城天守の解体修理と古文献等によって、この天守は下の22階の母屋が1537年、天文6年、または1601年、慶長6年に建てられ、1620年、 現那六年頃に三与会を増築。その高等派風の負荷などが行われて、現在の姿になったと考えられている。ナルセや七代の当主制小時が、オランダ商館長と親しかったことから、天守の最上階に絨毯を敷いたと伝えられ、昭和の修理で再現された。2017年、平成二十九年七月十二日十六時過ぎ、シャチが、 胴体から尾にかけて大きく破損しているのが見つかった。天守の北側にある平井針が曲がっており、この日は午後から雷雨が降っていたため、犬山市は落雷が原因と見ている。シャチは河原製で作り直されて、2018年2月26日に天守へ設置。同年3月17日に記念式典が開かれた。犬山城を構成していた建造物の多くは、 廃藩地県に伴う廃城処分が下る前後の時期に払い下げられて破却されたり移築されたりしたが、それらのいくつかは現存している。松丸本丸門は、明治元年、1868年、1869年、常連寺、市宮市泉州町保津光本郷口に所在に移築され、三門として再利用された。同年、 どこの門であったかは不明ながら九条門と伝わる門が、雲前寺、市宮市阿井町大日比野に所在に移築され、三門として再利用された。この門は1891年、明治24年に発生した農美地震で倒壊した。あと、違った形に改修されてしまっていたが、1993年、平成5年に行われた修理で当初に近い姿で再改修されている。 1876年、明治9年には、二の丸の屋来門が、千秋院、庭郡副総長、茅森矢沢津西屋敷に、所在へ移築されて、東門として、再利用された。同年、第一黒門が、徳林寺、庭郡大口町余まりのに、所在へ移築され、三門として、再利用されたが、移築時に、袖部屋が併設されている。同年、内田五門、 犬山城の絡め手門と伝わる城門は、随泉寺、犬山市犬山随泉寺に所在に移築され、山門として再利用された。もともとこの門は、美濃金山城の大手門であったのを犬山城に移築したものあったとの伝承がある。また、どこの門であったかは不明ながら旧城門と伝わる門が、個人宅に移築されている。なお、雲仙寺山門は、 一宮市の千秋院東門は、不総町の徳林寺三門は、大口町の指定文化財となっている。公益財団法人犬山城城三角文庫が所有、管理する文化財は、犬山市文化資料館、所在地大和犬山座、北古県八本館の主要施設である犬山城城三角文庫歴史文化館に収蔵されている。当施設は、 美術工芸品、刀剣類、古文書、絵地図などを収蔵している。担当名ひらり作、昌平12年2月日、担当名佐康吉作昭平12年2月日、長篠小牧長久手合戦図屏風、高知県の中村城跡に建設された四万十市立、郷土資料館の建物は、犬山城をモデルにして建設された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。